続きましての曲は同じく小崎さんの曲で、これはですね、多分失恋をされた時の歌詞のような感じの歌で、ちょっと悲しげな言葉も入ってるんですけれども、ちょっとメロディーは割と元気な感じの曲になっております。ではブルーポイントを聴きください。ありがとうございます。ブルーポイント。